福田城が大濠公園に来る。はい、こんにちは、福田城です。今日は今ある人物の1キロの TT を引っ張りたいと思ってます。結構ビッグな人物が待ってるんで、そんな感じで今日は1キロの TT 引っ張ってみた。はい、ということで行きたいと思います。え、どんぐらい目安で考えすぎ、もう全然走れないですもん。多分4分でもきついですもん。じゃあ3分40秒目安で行って、いけそうだったらもうちょっと上げていく、はい、でも1キロですもんね。1キロです。86秒86で86の43。はい、頑張ります。3分28。全然早いっすよ。やばい。福岡マラソン自体目標は何人だったんですか？サブスリーしなきゃいけない。何か切らなきゃいけない。いやいやいや、別に、いや、そうじゃなくて、その太ったから、シンプルに、痩せろ。太ったから痩せろっていう意味で、で、なんかたまたまその、福岡マラソンがあるって聞いたんで、ああ、そこは。あ、じゃあそれを目標にして、出れるかまだ決まってないですけど、抽選とかあるんで。でもこのやってたら多分痩せてくるから、そうですね。いや、やっぱ、ポテンシャルお化けです。ありがとうございました。はい、また。
ぱりあの貸しないかったり、まあ、ウェイトもやっぱ現金の時よりははるかに増えて、まあ、筋力も落ちたっておっしゃってたんですけど、さすがに3分28秒くらいで行かれるっていうところで、ポテンシャルお化けだなっていうのは、さすが元プロサッカー選手っていうところ、これからちょっとしっかり鍛えていこうと思います。エールランニングクラブの方でガンガン鍛えていきたいと思うんです。エールランニングクラブ興味ある方は結果にコミットするんで、ぜひ入ってください。代表の藤井と一緒に頑張ります。